皆さんこんにちは、パドマでございます。今日は古代のスイーツ、チーズみたいなものですね、ソというものを作ってみたいと思います。材料は、はい、牛乳だけ、はい、すっごい簡単なのでぜひ皆さんも、作って食べてみてください。はい、まずはフライパンを用意します。そして牛乳ですね。材料はこれだけ。今回はねちょっと多めに作りますので 250cc かな。はい、こちらを流します。はい、まずはね200ぐらいから始めるといいかもしれません。多ければ多いほどね時間がかかります。はい、私は IH なので IH で加熱していきたいと思います。はい、これをねしばらく混ぜて、混ぜながら加熱していきましょう。はい、約5分ぐらい経ちました。少しね、なんかちょっと膜が張ってくるような感じになってきましたが、まだね、沸騰はしてないですね。はい、今ね、15分ぐらいかな。だいぶこの膜みたいなのが増えてきました。はい、ソってね、ちょっと調べたんですけど、第5の中の1段階みたいなことも書いてありました。醍醐っていうのは、まあ、京都に醍醐寺とかねありますけど、仏教用語になるのかな。牛乳のねめちゃくちゃ美味しいところみたいな。で、多分ねこの上に貼る膜なんだと思うんですけど、これはね最高にこの牛乳の美味しい部分っていうところをね、その悟りの境地みたいなものとに例えられて、その醍醐素晴らしいものっていう風に、言われているものでございます。で、多分このね、ソは第5、最高峰の第5よりはちょっと下の段階に確か格付けっていうかね、されていたと思うんですけど、それで牛乳の、牛乳のね、中の、この、ちょっとこの高級というかね、美味しい部分っていう風に、言われているものだそうです。はい、ちょっと詳しくないので、詳しく知りたい方はぜひ、調べてみてください。はい、今ね、だいたい20分ぐらいかな。かなりこう、塊ができている感じです。これね、普通の牛乳で作っておりますが、たまに濃厚牛乳、濃厚なね、ちょっとこう、脂肪が濃いめかな、牛乳売ってるんですけど、それで作ってもね、さらに美味しかったです。今日はね、ちょうど牛乳が切れて、コンビニで普通の牛乳買ってきたんですけど、ぜひね、濃厚なものを食べてみたい方は、濃厚な牛乳を買ってお試しください。はい、今25分ぐらいですね。結構ね、塊が、このフライパンの底に塊が、ついてくるので、それを軽くね、剥がしながら、まとめながら、煮詰めております。いやー、だいぶね、煮詰まってきた。うん、美味しそう。はい、だいぶいいですね。だいぶ、ちょっとこの塊になってまいりました。本当にこれぐらいでもね、冷蔵庫に固めて冷やすので、柔らかめがお好みだったら、これぐらいでいいと思います。もうちょっといきますね。もうちょっといきましょう。だいたい今28分ぐらい。この辺とかほら、いいチーズっぽい感じに固まってきましたよ。はい、かなり凝縮しました。はい、いい感じかな。いいかな。はい、このような感じ。ちょっとこう硬いところもありつつ、ちょっとプニプニのところもありつつ、これぐらいにして、火を切りましょう。ではね、ちょっと熱いので、これをですね、整えて。これはね、パリパリで美味しいですよ。まとめちゃいましょう。はい、庶民派なんでね。になりましたよ。250ml がこんな小さくまとまりました。だいぶ煮詰まりましたね。はい、このような感じ。で、ちょっとこう塊になって、ね、ちょっと、ね、焦げ目というか焼き目がついたような感じ。はい、じゃあね、これを、ラップに包んでいきましょう。ま
包まなくても癒せばいいんですけど、ちょっとね形をね整えるのと、このごろ細々なところをねちょっとこうやって形をこうやって食べやすくねしましょう。ちょっと細めに作った方が私は好きなので、こう細い細長く、固めながら形を作っていきます。でこんな感じでね、250cc の牛乳がこの手のひらサイズになりました。すごいですね。はい、かなり凝縮されました。まだね、ほかほかとあったかい感じですが、はい、じゃあ冷蔵庫に冷やします。はい、一晩冷やしました。昨日の夜にねちょっとライブ配信でこれぐらい食べてしまったんですけど、4時間ぐらいでね固くなります。こんな感じです。はい、ちょっと形は見た目は悪いですが、はい、しっかりと固まっております。じゃあねこれを切ってみます。はい、こんな感じでここねチーズみたいなこのような感じに、仕上がっております。古代のスイーツ、ソでございます。飛鳥時代には聖徳太子もね食べていたとかいないとか、なんかそんなことを聞いたことがありますが、はい、このような感じです。はい、牛乳だけで作っております。古代のスイーツ、ソ食べてみましょう。今日はねコーヒーと一緒に、楽しみたいと思います。もともと牛乳なのでコーヒーともすっごいよく合います。まずはねこのまま食べてみましょう。このほんのりとちょっとこう香ばしいミルクの香りが奥からこうふわっと香るような感じです。硬さは粘り気の少ない生キャラメルみたいなそんな感じかな。はい、じゃあこれに蜂蜜をつけてみたいと思います。蜂蜜をつけてもすごく美味しいです。うん、ミルクの甘さと蜂蜜の甘さがすごくよく合います。後味もすごくね、この鼻とこの口と鼻のところに濃厚なミルクの香りがもわーんと広がって残ってる感じです。はい、コーヒーと合わせてみましょう。すごい合います。美味しいです。はい、皆さんもねぜひ古代のスイーツ作ってみてはいかがでしょうか。すごくねなんか豊かな気がしてきます。作るのもすごくねこうずっとね混ぜてるだけなんですけど、もう香りがねすっごくねいいです。それを楽しむのも非常にこう優雅な気持ちになれます。はい、ぜひ皆さんも古代のスイーツそう作ってみてください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。またねいろいろね動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひ、また次の動画も見てくださいね。ではバイバーイ。